日本共産党の堀内照文です。私は日本共産党を代表して議題となりました両案について質問をいたします。雇用保険法等改正案は雇用保険法、高年齢雇用安定法、育児介護休業法など6本もの法律の改定を一括で行うものです。一つずつの法案が広範な労働者の働き方に直接影響を与えるものであって、一括して審議に付すべきではありません。それぞれの法案について十分な審議を行うことを求めて質問に入ります。まず雇用保険法についてお聞きします。2008年のリーマンショック以降、年越し派遣村に象徴された雇用破壊を受け、派遣労働者や契約社員などを雇用保険の対象とするなどの改正を行ってきました。しかし一方で度重なる給付水準の引き下げ、離職理由による受給資格要件の制限などによって完全失業者が200万人を超えているにもかかわらず、基本手当の受給者は約41万人に過ぎません。全体の2割しかカバーできていないのです。完全失業者の3割以上が1年以上の失業者です。にもかかわらず受給資格者の約6割が90日しか受給できません。基本手当で離職前賃金を大きく下回っているのが実態です。大臣はこの現状をどう認識されているのですか。雇用保険法は第1条において必要な給付を行うことにより労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに求職活動を容易にすることを制度の目的としています。この現状で法律の目的を果たしていると言えるのですか。お答えください。今の実態がとても生活と雇用の安定を図るものとは言えないからこそ、前回法改正の際に付帯決議で生活安定機能を充実させるための基本手当の改善について検討を行うこととしたのであります。これは今回の労政審の議題にもなりましたが、結論は先送りにされました。なぜ基本手当の改善を行わないのですか。基本手当の給付水準の引き上げ、給付制限期間の廃止に踏み込むべきです。法案は基本給付には手をつけない一方で、就職促進給付は拡充して早期再就職を促すとしています。再就職のためには賃金などの労働条件、仕事の適性などを熟慮できる十分な求職活動期間の確保が欠かせません。現に今年1月の有効求人倍率は正社員に限れば 0.8 倍であり、正社員就職は狭き門です。早期再就職だけを促進すれば、低所得、不安定な仕事でもいいから就職せよということになってしまうのではありませんか。答弁を求めます。法案は65歳以降に新たに雇用された者についても雇用保険を適用するとしています。ところが給付については1回限りの一時金である高年齢者求職者給付金のみとしています。この給付金は最大でも50日分の支給に過ぎません。65歳の誕生日前に離職した一般被保険者が90日から240日の基本給付を受けられるのに、65歳を過ぎればなぜ50日で切ってしまうのですか。明確な説明を求めます。保険料は同様に徴収しながら、給付は年齢で差をつけるものであり到底認められません。雇用労働者と位置づける以上、65歳以上の失業給付も一般被保険者と同じ給付基準とすべきではありませんか。雇用保険法には失業給付に対する国庫負担が明記をされています。憲法の生存権、勤労権を保障するために政府も責任を負うことが義務付けられているからです。にもかかわらず、昨年の財政制度等審議会の権威において国庫負担の停止が公然と言及されていることは看過できません。国庫負担を堅持するつもりがあるのですか。国庫負担は少なくとも本則の4分の1に戻すべきではありませんか。答弁を求めます。次に高年齢者雇用安定法についてお尋ねします。法案は生きがい就労と位置づけているシルバー人材センターの派遣職業紹介について、
おおむね月10日または週20時間以内の業務に限定するという規制を緩和し、週40時間まで働くことを可能にしようとしています。なぜこのような規制緩和が必要なのですか。意欲を持って積極的に就労する高齢者がいる一方で、低年金や無年金、年金支給開始年齢の引き上げなど経済的理由から健康不安を感じながらも就労する高齢者は少なくありません。高齢者が安心して働き続けられる社会を作るためには、社会保障を拡充し、老後の生活を保障した上で、働く意欲と条件のある方に労働条件や労働安全衛生を確保して雇用機会を提供するものでなければなりません。ところが、すでにシルバー派遣の現場では収益を目的としないため、比較的割安で利用できますという売り文句での営業まで行われています。この規制緩和について、省令で競合する事業者の利益を不当に害することがなく、他の労働者の就業機会に著しい影響を与えることがない場合に限るよう定めるとしていますが、どのような指標によって判断するのですか。そもそもシルバー事業は生きがい就労であるが、ために最低賃金以下での就労や業務上の労働災害に対する労災保険の未適用などの問題が指摘され続けてきました。国としてこうした実態の調査をすべきです。今回の緩和によって週20時間を超える安価なシルバー派遣が拡大し、低賃金で劣悪な労働条件の雇用が広がることは明らかです。労働法制が適用されない生きがい就労請負と、労働法制が適用される派遣とが同一センター内に混在し、何が違法で何が適正な就労であるかが今まで以上に曖昧になりかねません。このような規制緩和はやめるべきです。育児・介護休業法についてお聞きします。法案は介護休業給付の給付率を引き上げ、介護休業を3回に分割して取得できるようにします。給付率の引き上げは我が党も求めてきたことであり評価できますが、通算の介護休業期間は93日のままとなっています。平均的な在宅介護期間は30ヶ月と長期に及び、特別養護老人ホームへの入所待ちは52万人に増え続け、介護離職者は毎年10万人に上るなど、介護の実態は深刻です。介護離職ゼロを掲げるのであれば、介護休業期間を拡大するとともに、少なくとも期間内の取得回数に制限を設けず、1日単位、時間単位での取得を可能にするべきではありませんか。大臣の答弁を求めます。また、子どもが病気のときの看護休暇の取得について、年5日にとどまる取得日数の拡大や、時間単位での取得を可能にすべきです。第一子の妊娠・出産を契機とする女性労働者の離職は改善していません。女性労働者の6割近くを占める非正規労働者の育休取得は極めて低い数字にとどまっており、この改善が急務です。今回の改定によって、どれだけの有期契約労働者が育休を取得できるようになるのですか。お答えください。最後に、野党後藤提案の介護・人材確保に関する特措法について伺います。貧困な介護の現状を解決し、求められる介護の受け皿を作るためにも介護人材の確保が欠かせません。そのためにも介護労働者の処遇改善は要を成す問題です。今回の法案が介護労働者の処遇改善へどのような役割を果たすと考えるのか、提案者に伺って私の質問を終わります。厚生労働大臣、塩崎康久君。堀内照文議員にお答えを申し上げます。失業者に占める雇用保険受給者の割合等の雇用保険の現状認識についてのお尋ねがございました。完全失業者の中には新たに仕事を探し始めた方、
そもそも雇用保険の対象とならない方も含まれているなど、雇用保険受給者数等のとの単純な比較は困難だと考えております。また基本手当は安易な就職を離職を促したり、早期再就職を阻害することのないよう、再就職時の賃金水準も勘案し、離職前賃金の一定割合を支給することとしております。今後とも基本手当等の支給を通じて、離職活動、休職活動期間中の生活の保障を図るとともに、ハローワークにおける計画的な就職支援などを通じて雇用の安定を図り、雇用保険法の目的を果たすよう努めてまいります。基本手当のあり方と早期再就職促進についてのお尋ねがございました。基本手当については、労働政策審議会において労使双方から意見があり、引き続き検討すべきとされたため、今後これに沿って検討してまいります。早期再就職の促進については、就職時期が早いほど再就職時の賃金が高くなる傾向が見られ、低所得不安定な仕事への就職というような傾向は確認できません。ハローワークにおける担当制によるきめ細かな職業相談などを通じて、求職者が望む仕事にできるだけ早くついていただけるよう取り組んでまいります。65歳以上の方への雇用保険の給付についてのお尋ねがございました。65歳以降に離職をされた場合には、他の年齢層と比べて求職活動が多様であること等から、一時金として高年齢求職者給付金を支給することとしており、その水準は基本手当と異なり、年金との平給がされること、受給のために必要な被保険者期間が他の年齢層より短いこと、一時金として一度に全額支給され定期的な失業認定が不要であること等を踏まえて、最大50日分の給付としています。このように基本手当と異なる給付でありますが、高年齢者の実態に応じた給付内容となっていると考えております。失業等給付に対する国庫負担についてのお尋ねがございました。雇用保険の国庫負担は、失業が政府の経済政策、雇用政策と関係が深く、政府もその責任の一端を担うべきとの考え方によるものでございます。国庫負担の当面のあり方については、昨年末に経済財政諮問会議において取りまとめられた経済財政再生計画の改革工程表において、積立金や雇用保険料の水準、経済雇用情勢の動向、雇用保険法附則第15条の規定、国庫が果たすべき役割等を勘案し、2018年度末までに関係審議会等において検討し、結論を得て検討の結果に基づいて必要な措置を講ずることとされており、その方針にのっとって検討してまいります。シルバー人材センターの要件緩和の必要性等についてのお尋ねがございました。今般の改正は、少子高齢化が進む中で、高齢者がその能力や希望に応じて働き続けることができるよう、シルバー人材センターの就業時間の規制を緩和し、会員である高齢者に多様な就業機会を提供することを可能とするものでございます。要件緩和にあたっては、地域の事業者の利益や働き方の就業機会等に悪影響がないよう、省令で定める基準に基づき、都道府県において総合的に判断していただくこととしております。その判断を行う際の具体的な指標としては、地域の高齢化の状況や緩和しようとする業種等の求人の充足率などを想定をしております。シルバー人材センターで働く方の実態等についてのお尋ねがございました。シルバー人材センターにおいて、請負で働く高齢者が受け取る配分金については、最低賃金を下回ることのないよう指導を行うとともに、
就業中の障害等の補償を行う障害保険等に加入していただいており、不適切な事例には個別で対応をしております。また、今回の要件緩和は、労働基準法等の適用がある派遣と職業紹介に限り行うものです。さらに、シルバー人材センターが取り扱う派遣と請負の区分に関する基準など、適正就業のためのガイドラインを作成、周知することとしており、緩和後の実施状況については、都道府県と連携のもと把握し、働く方の保護を損なうことのない適正な就業環境を確保してまいります。介護休業の期間と取得単位についてのお尋ねがございました。介護休業は労働者自らが介護に専念するために利用することを想定しているものではなく、介護を要する家族を支える体制を構築するために一定期間利用することを想定した制度でございます。また、介護を経験した労働者が1週間以上連続して休んだ日数は2週間以内が 75%、回数は3回までが約 90% を占めております。このため、今回の改正案では、休業期間の延長、取得回数に制限を設けること、1日単位や時間単位での取得も認めることとした対応ではなく、事業主の雇用管理の負担も考慮し、最低基準として3回まで分割取得できるようにしました。介護離職ゼロの実現に向けては、在宅施設サービスの整備料の上積みを行うとともに、介護休業の分割取得に加え、介護終了までの残業免除などを講ずることとしており、仕事と介護の両立が進むよう取り組んでまいります。この介護休暇についてお尋ねがございました。この介護休暇の取得日数については、休暇を取得した際の業務分担の変更等に関する事業主の負担も踏まえ、年5日としているものでございます。また、時間単位での取得については、労働政策審議会の議論も踏まえ、これを認めた場合の事業主の負担に鑑み、今回は半日単位での取得を認めることとしたものでございます。休暇の日数や取得できる単位はいずれも法律上の最低基準であることから、企業においてこれを上回る取り組みが行われるよう働きかけてまいります。有期契約労働者の育児休業取得についてのお尋ねがございました。今回の法案では、有期契約労働者の育児休業取得要件を緩和することとしております。これにより、育児休業が取得できるようになる有期契約労働者の数については、詳細な推計は困難ですが、あらあら試算をすると、将来的には育児休業等を理由とする上司同僚などによる不利益取扱いの防止措置義務の新設などの効果もあり、約 6万人増となることを見込んでおります。有期契約労働者の育児休業の取得促進に取り組んでまいります。以上でございます。提出者、高橋智津子。堀内議員から介護労働者の処遇改善に今回の法律案が果たす役割についてお尋ねがありました。毎年10万人もが家族の介護のために離職する現状は社会の損失であります。収入をなくし社会的生活からも閉ざされる中で深刻な事件が後を絶ちません。求められるのは受け皿と担い手を増やすこと、軽度者外しなどをやめ公的介護保険を再構築することです。公益財団法人介護労働安定センターの平成26年度調査によれば、介護の仕事を選んだ理由のトップは働きがいのある仕事だと思ったから、これが 52.6% でもあるのに、 16% 以上の離職率、慢性的な人手不足に陥っています。
人の生き死ににも関わる尊厳ある仕事なのに、一人夜勤や分刻みの介護に追われ、その上他の業種と比べて月額10万円程度も低い賃金水準にとどまっています。介護・障害福祉従事者の処遇改善は喫緊の課題であります。介護サービスも障害福祉サービスも公的価格であり、本来は報酬改定において抜本的な処遇改善を行うべきです。しかしながら、昨年の介護報酬改定において 2.27% もの引き下げがされ、事業者に深刻な影響が出ています。今回の法律案はこのような状況の中で介護・障害福祉従事者の処遇を改善するための緊急的な対策としてご提案しているものであり、これにより介護・障害福祉の優れた人材を確保し、介護サービス・障害福祉サービスの基盤を立て直す、そのために必要な一歩であると考えております。